はい、今回は自動車走行税という謎に関してです、ねえー、お伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。こちらです、ね、少し前からあ、まあ、あ話題になっており、まあ、はっきりとはまだ決まっていない話なんですが、まあ、当然です、ねまあ、国民の間で、えーまあ、おかしいんじゃないかという、まあ、反対の声が出ている、まあ、この自動車走行税です、ね、こちらについて、えーまあ、思うところということで、えー、今回もお話ししていきますので今回もよろしくお願いいたします。 まずですね、えーまあ、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、まあ、ここ最近の,、まあ、その政府の話し合い話題になるものというものは今というのは、ねえーまあ、円安、えー、物価高ということで国民生活が、えー、厳しくなっているので、えー、こういった状況下においては減税をするはずなんですが全く減税の方向にはいかず、えー、増税の方向にまあ向かうと雇用保険料が上がったり まあ、社会保険料が上がったり、まあ、そういったこともそうですしね、ね、えー、国民の生活が経済的に厳しくなっている、そういった中において、ねえー、この自動車走行税もそうですが、少し前から、えー、この税制調査会で消費税を増税しようっていうね、で、まあ、僕はあの何回かお伝えしたことありますけど、消費税、えー、廃止な廃止の考えなんですよ、消費税って全くいらないと思ってるんで、うん、社会保険料とかなとかって言ってるけど、全くデタラめになって、法人税の、ね、穴埋めに使われてるっていうことが、ほぼほぼ 明らかなんでそういった消費税廃止、消費税減税とかそういった方向に、えー、進むと国民生活も中小企業も良くなると思うんですがそうはならない消費税を増税しようとしているという、まあ、そういった動きを見せるそして、えー、今回のですね、えー、自動車走行税というものも、えーまあ 検討に入ったんですよ。これはまだね、えー、まあ、皆さんもお分かりだと思いますが、検討に入ったっていうことなんで、すぐどうこうはならないんですが、まあ、こういったものをまあその検討すること自体がまあ、そも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 、えー、意味が分からないんですよね。うん、この自動車走行税っていうのは何かっていうと、走った分だけ税金がかかるっていうものなんで、えー、こんなものがもうね出ること自体、話題に上がること自体がまあ、謎なんですよ。だすぐにはあその検討なんで、検討に入ったんで。 ねえー、まあしないんでしょうけどゆくゆくこういうのを多分する可能性っていうのも出てくるんですよで今の状況下において、えー、こんなね、えー、自動車走行税とかこんなものが増えたらさらに日本国民の生活が厳しくなるってこれもあの明らかなことなんですよねでもちろんまあ,あいろんなことがあるんでしょうけど こういうい自動車走行税を導入するまあ目的っていうのがあると思うんですよ、僕はこんな自動車走行税なんていうのは反対です、かなりなこれ、反対、まあ、大反対ですね、多分この自動車走行税にえー反対、あるいは大反対している人っていうのは他に、ほ他にもいらっしゃるんですよ、結構多くの方が、こんなのおかしいんじゃないかっていうことをあのおっしゃってるんで。 ネットとかでもそういった声がよく出るんですけどでこの日本もそうですが世界のこの動きがね、まあ、皆さんも、えー、思ってらっしゃると思いますがそのガソリンの自動車から電気自動車に、まあ、移行していくわけですよ、うん、EV 車とか電気自動車とかで今2022年ですけど、まあ、大体2030年ぐらいには、えー、その入れ替わってきてガソリン自動車から電気自動車に、まあ、なる、えー、ということが言われているので日本もその世界の動きに。 まああの合わせていこうとしてるんでしょうけれども、電気自動車になるっていうことは何かっていうと、ガソリン自動車がまあなくなる、あるいはガソリン自動車が減るっていうことじゃないですか、ガソリン車が減るっていうことは、ガソリン税が取れなくなるんですよ、ガソリン税が減るっていうことです。だから、おそらくそれにとって変わる意味で、このね、自動車走行税とか、こういった謎のものを言い出したとあの思うんですね。電気自動車とか、ハイブリッド車とかではね、ガソリン税がまあ取れないっていうか、ほとんど減るじゃないですか。 だからこの走った分だけ税金を取るっていう全くあの理解不能ですよね僕には全くも理解不能で,で、えー、この自動車走行税っていうのが決まったら本当にまたさらにあの国民生活が厳しくなると思うんですよで例えばね、えー、これ何を考えてるのかっていうのもちろん真剣に考えてるんですけど、あのー、この自動車走行税なんてものができてしまったら あの何ていうのかなものすごく困る人っていうのがもういることは明らかなんですよ。 例えばまあ仕事とかのまあまあ仕事とかのとかかの仕事で車を使う人とかあとはあの地方とか田舎の人ですよね僕もあの田舎に住んでるんでちょっと分かりますけど例えばね、えー、こうなんていうのかなその日本国民のまあ生活とその車っていう、まあ、そのまあなんていうのかなそのつ,つながりっていうかその関係なんですけど例えば都会とかって言えば車を持たないっていう選択肢もあるし逆に都会でしたらあの車をあ 持つのがえ大変ということもあると思うんですよあの都会ってね駐車場代とか高いじゃないですかだから都会において車を持つっていうことは多数の維持費がかかるんです厳しいっていうことだと思うんですけどで逆があり,ありましてその地方とか田舎っていうことになるとあの車があの必要になってくるんですよだから あの仕事でえ車が必要と必要ない人は別に持たなくてもいいしそのね通勤とか何かしらで車がなくてもえ困らない人って車をえ持たないえね別に自動車税自動車走行税関係ないから持たないっていうことが可能なんですけどどうしてもあの住んでるところがね田舎とか地方の人っていうのは車がないと移動にねえ差し障るんで厳しい状況になるんですよ。でえ何かかっっってて言ったら田田舎舎いうのはね田舎と,か地方とか とかってていいうのはあのはあ都会に比べて給料が安いわけで、すよでその給料が安い中で、えー、みんなやりくりしているわけじゃないですか。で、たね、今お話ししたように皆様思っているように、ねえー、生活必需品の、まあ、物価高になって今の給料でやりくりするのが厳しい中においてでもまあ例えばね田舎地方だったら車がないと、えー、どうにもならないっていうことででもしそんな状態に、えー、こんな自動車走行税っていうものがあのね加わるようなことがありましたらさらに、えー もう地方とか田舎に住んでる人にとってはあの厳しいわけですよ。で、あのこの皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、えー、この車っていうのはこれ何かっていう話なんですよね、別にあの便利だとかそういったことはもちろんそうなんですけそういったことではなく、 車を、ねえー、持つと、まあ、持ってらっしゃる方も、えー、いらっしゃると思うのでお分かりだと思いますが、車を持つと異常に金がかかるんですよね。まあ、あのいい今までの段階でもそうなんですが、この自動車走行税なんてものが加わったら、もうどうにもならないんじゃないかと思うんですよ。ね、例えば、車を買うじゃないですか、まあ、新車だろうが中,中古だろうが、車を買うと、まあ、その重量税とかっていうのがあ,のありますよね。あと、車を買ったらあの、ねえー、保険に入るじゃないですか。 でまず車を買ったらその車体の他にまあそに税金とか保険とかがかかると。で今度あの車っていうのはねガソリン車なんで今ガソリンであの走ってるんで,でここにこのね自動車走行税がまだ入らないんですけど。 こんなものが入ったらねそれにさらに上乗せされるとだから今までのプラスこの自動車走行税っていうのが上乗せされるとであの当たり前なんですが車でね、えー、そのなんていうのかな乗ってたり維持してるといろんなものがあの消耗するんで例えばねえー、あのタイヤが すり減ったりしてタイヤ交換とかとオイルも交換するとあと車検とかあるじゃないですか。だから何かにつけて車っていうのはお金がかかるんですよ。うん、でさらにそこにこの自動車走行税っていうものが、えー、乗っかってこようとしてるっていうことですね。だからまあもしもですけどあのこんなものができたらね。うん、でまあできなくてもなんですけどあの今後車を持たない人があ増えるんじゃないかと思います。あるいは車を持てない人っていうことですよね。うん、でまあ田舎の人っていうのはあの車を持たないとどうにもならないんでそういったことをか あのちょっと考えるって言って。 ところだと思うんですよねだからもう、まあ、この自動車走行税にしても何にしてもそうですけどもうこの政府っていうのはね国民に対してさまざまな形でこの増税とかあとわからないような形でこの増税とかをあのまあ、しようとしてるんでもうほんとおかしいとしかあの思わないですけどねで多分まあ、リスナー様も同じことを思ってらっしゃる人が多くいらっしゃると思うんですよ何かにつけて増税とかね、うん、その消,消費税がまあ、まあ、問題っていうか注目されていてで,で消費税をあの上げない方がいい いいと思ってるかなくした方がいいと思ってる人っていうのは僕も含めて一定数いるんですよで例えばそういったところでわかりませんけど議論になるんで今度はじゃあわからないようにまあその自動車走行税とかっていう形でまあ、増税しようとまあしてるんじゃないかとまあ本当にあのねおかしいことは非常に多い多いですよねこんなに増税があの進んだらあの国民がですねほんと生活で,できなくなるんじゃないかとまあそのような不安を感じる、えー、このね内容でしたのでこちらに件こちらの件について今回は 取り上げててお伝えさせていたただきました結構今この話がですね、えー、まあ注目されてるんで、まあ、リスナー様も思われた方いらっしゃると思うんで何かしら参考になっていただける点があれば何よりですということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします